私の店で働いていたミキという女の子はスタイルも良く綺麗でお客様にとても人気がありました。彼女は2年ほど前に地元の社長と恋に落ちて結婚したのです。でもその社長には奥様がいらっしゃって大変揉めたのでした。私は店のホステスには男女の恋愛関係は気をつけるように言っていました。でもミキのように恋に落ちてしまったら誰が何を言おうがそれを止めることはできません。こういったことはミキだけではなく何人もいたのです。本来男と女の恋愛は美しいものです。でも一つ間違えれば関係する人たちを傷つけ、ともすれば身も心も滅ぼしてしまう。私はそういった人を何人も見てきました。こういう私もその感性に落ちてしまった一人です。